皆さんお久しぶりです。愛文庫朗読ポッド、久しぶりにお送りしたいと思います。少し間が空きましたけれども、今回は、2014年6月14日、中野のスイートレーンというジャズダイニングバー、まあ、ライブハウスですね、そちらで行われた、ウェルバムジカのメンバーによるライブの模様を何回かにわたってお送りしたいと思います。曲順通りにお送りしようかなと思ってます。なので、初回の、今回は、オープニングから、紹介したいと思います。オープニングは私のピアノと森淳二さんの、サックスと、それから日野良介さんのベース、この3人のインストルメンタルから始まりまして、フリーセッションから山田みぞれが読む私が書いたテキスト初霜という、少女の話、こちらへと続いていきます。ではご覧ください。
知ったことじゃない。
だ14でしかない彼女には手のつけようがなくなった虫歯を抱えている自分の姿なんて想像もつかない。1になって歯を食いしばりながら制服のスカートをめくり上げ、そうしなければ鳥たちにスカートを汚される。鳥の世話を終えて帰る。制服に着替えればいいのは分かっている。でもそうすると学校に遅刻する。遅刻常習者のリストに挙げられている彼女はもう学校に遅刻するわけにはいかない。それならば早起きすればいい。どうしても今日もそうだ。明け方見た彼の夢のせいだ。夢の中で憧れの彼は今日もまたあのいじめっ子の女と手をつないで歩いていた。興奮して泣き声を上げる。ところ構わず走り回る。餌箱の近くにいた一匹を蹴飛ばしてから彼女は飼料の袋の中身を逆さまにぶちまけた。粉が舞い上がって制服の上着を白く汚す。急いで抱えてきたカゴに今朝の卵を拾い集めていく。10個ほどの卵を集めた彼女は鳥小屋を出てようやく一息つく。卵を一つ取ってみる。白くてまだ温かい。殻も柔らかくて今にも割れてしまいそうだ。生まれたてだったらいいのにと思う。しかし彼女は自分がその卵にそっくりで、うり二つでまだ生まれたてと言っていいほどであることには気づいて。
初霜水木優でした。